で喋るんですよ、僕、太田さんと。立花、セックスしてるかとかっていきなり言われて。ちょっと大丈夫かな。TBS の中で爆笑問題の太田さんって本当力ないことを自分で認めてます。まあ、太田さんの力は、そんなもんなんですよ。NHK 時代に、立花隆のボトルが、TBS の中にあったぐらい、 TBS というところは NHK と仲良しというか NHK の顧問みたいなもんなんです。だから僕 TBS の幹部とよく泊まりで遊びに行ってたりした。